はい、どうもスタドラです。今回はソロランクでカバーしてくれない味方と連携を取る方法について話していきます。ソロやデュオをやっていて野良がカバーしてくれないと思ったことがある方やフレンドとの連携がうまくいかなくて困っている方はぜひ参考にしてみてください。今日紹介する動き方をすれば、まあ、単独効果の配動以外とはほぼほぼ合わせられます。前半そのやり方を説明しながら良くない例を見ていって、後半ダイヤのソロランで3回チャンピオンを取ったので、その動きを利用した戦い方をできるだけ早足で紹介していきます。では本題に入っていきます。皆さん、ノラがカバーしてくれないと思ったことはありますか？コメント欄で一番よく見る不満というか意見がそれに当たるんですけど、自分が2人倒しても味方がカバーしてくれなくて負けてしまったなんていうのはよくありますよね。自分もフルパとソロではかなり戦い方が違います。フルパはある程度お互いのことを分かっている人とやるから、だいたいお互いがカバーできる位置にいますが、ソロだとそうもいきません。しかしそんな野良相手でも完璧に連携を取る方法っていうのが一つあって、それが味方を遮蔽物として使う。これは何も自分の力を過信して味方は遮蔽になってくれれば俺が全部倒すよみたいな話ではなくて、できる限り安全な範囲で自分が前で頑張って展開したりワンピック狙いに行って回復したい時に遮蔽になってもらう。自分がどれだけ削られようが回復するために遮蔽に入った時、そこにいる味方を盾にバッテリーを巻けば相手が遮蔽の裏まで詰めてきても安全です。そこで味方が詰めてきている相手を撃たなかったり一瞬でダウンしてしまった場合は諦めましょう。自分の遮蔽にただまっすぐ詰めてくる相手に対して有利なダメージトレードを取れない味方とはどの道チャンピオンまで行けないんで、次のマッチに行っちゃった方がいいんじゃないかなと思います。まあでも大体は無理やりカバーしてくれます。その無理やりっていう考え方が大事で、人間誰しもやらなきゃいけないって状況になればやります。まあこれがよく言われるカバーはされる側にもテクニックがいるみたいな話ですね。でその無理やりカバーさせる上で必要な技術が2つあって、1つは中距離を当てること。まあこれは単純にリスクを取らずにキルが拾えるっていうのもありますが、それ以上にこの後のチャンピオンの試合でも出てきますが、味方があまり前に出ないっていうことが多いです。せっかく遮蔽として使おうとしているのにすごい後ろにいるせいで前に出ることができない状況、そういう時に必要になるのが中距離なんですね。中距離でワンピック取ってグレを投げながら前に出れば大体の味方はついてきます。でそのついてくるっていうのも的なりを走ってくれるってわけじゃなくて1個ラインが上がるみたいな、そしたらまたその味方を使ってラインを上げて戦ったらいいだけなんで、この今説明している間に流れていた映像くらいの距離感は狙えるようにしましょう。ただ中距離ばっか打ってるとこういうエリア際でパーティーが激込みした時にもう絶対入れないんで、リスクを取らず中距離からキルを狙えって言ってるんじゃなくて、自分がリスクを取って味方にも背負わせる。これはもう家の上下に別のパーティーがいるんでさすがに厳しかったですね。でここもそう、安全に安全にと思って中距離を打ち続けているとすぐエリア外になってしまい、周りのパーティーも同じことを考えているからどこも移動できない。これプロムナードの右側もいるし奥もいるし左はこのジブたちがいると。しかも味方はほっといたら勝手にダウンしちゃうんで、戦わない中距離ではなく自分の力で勝つための中距離を覚えましょう。で2つ目、カバーの通らない位置で戦わない。これ今リスポーンビーコンで味方を起こしてこれから1人降ってくるっていう状態です。なんでそれを見た相手がこっちに詰めてきます。その隙を狙ってなんとか落とすことができ、この時点でフルパなら絶対勝てます。自分はあまり削られていないし味方はアーマーを着た状態で降ってきます。なんでこのリフトからのウルトによっておそらく相手の位置もほとんど確定し安全に詰めれると。ただこのミラージュがいつまでもバッテリーを巻かなくて、まあ多分もう逃げるつもりだったんでしょうね。自分のウルトとグレで戦うと判断してからバッテリーで降りてきた。ワットソンは自分の狙いに気づいて一緒に戦ってくれるんですが、フォーカスがずれてしまい落とされると。これも戦おうとかホライゾンがローだとか報告一つで解決する内容ですが、ソロでは絶対にやっちゃいけないです。常に味方のカバーが通る位置で戦いましょう。でここも同じ場面、初動であの家に敵が3人いるっていうのが分かっています。
上から撃たれないのを確認しつつ、右に移動している間にドアから狙われるのが嫌だったんでアークを入れています。で、右2人いたんで、左から行けばまだそんな人数はいないだろうと思って1人倒し、その後中の人を割ったんで突っ込みます。これもフルパなら向こうの壁が固められてるっていう状況もわかるし、人数差で簡単に押し込めますが、明らかにカバーを受けれる位置ではないので建物の中には入らないようにしましょう。で、じゃあチャンピオンの試合に行く前に、なぜこんなに自分がリスクを取る行動をするかっていうと、グレで正面の相手を一人落とし、左に一人張り付いているのと同じ場所にもう一人いるっていうのがわかります。今この間味方が何をしているかわかりますか？一人落としてるのにカタリストの注射器はまだわかる。ただこのワットソン、アルソク巻いてるんですよね。しかも状況がわからないまま突っ込んで2射線食らってダウン。こういうのが平気でいるんですよ。自分がリスクを取らなければやばい味方に滅ぼされます。なるべく率先して前で戦うようにしましょう。で、それを踏まえた上でチャンピオン3試合のダイジェスト。1試合目のポイントは中距離です。3倍ヘムロックである程度削り、そのまま前に出て撃てる敵を探します。まあこれは漁夫なんで、このくらい当たらなくても大丈夫です。味方も今のとここれ以上前に行くつもりはなさそうなんで、強いポジションから撃ち続け、こっちの遮蔽が動いたら味方がダウンしないようにできるだけ近くにいる。率先して前に行く人たちだったらぴったりくっついていった方がいいです。で、エリア際で困っているパーティーがいたんで後ろから仕留めます。スキルで遮蔽1個分引ける移動系のキャラがおすすめです。で、その後ターミナルに向かったら逃げているパーティーがいたんで撃ち、あの箱裏に1人残ってるんですよ。フルパならもうウルト使ってジャンプで突っ込んで左奥のコンジットまで倒しに行くんですが、あの位置はカバーが通らないんで何が起こるか分かりません。コンジットにカバーされて 2v2 を作らせないためにもグレを入れて出てくるところを撃つっていうのが安全ですね。で、エリア内の家を取っていたら走ってくるパーティーがいたんで撃ちます。ここは落としきりたかったですね。ただ急に詰められるリスクも少ない位置に展開できてるんで、かなり簡単にキルが取れています。体力がなくても撃たれていない人は必ず撃ちましょう。で、その後ソロが様子を見に来たんでダウンしない程度に削ろうかなと思っていたら案外ダメージが入ったんで降りて倒しに行きます。屋上にいる時撃たれなかったんでこの辺は大丈夫ですね。で、最後ワンパーティーハイドで残りの2部隊が戦い始めたので相手のリフトに合わせて登るんですが、全然余裕で2人いましたね。なんなら中にいるっていうね。これは良くないです。ただ味方が強かったんでなんとか勝てました。で、次の試合のポイントは味方を盾に使う。ここを初動も手前にいたコンジットを倒し、味方のところに詰めている敵を狙います。味方を撃っている敵はかなり倒しやすいです。で、ラスト1人と戦う時もこっちは2人いるんで味方のピークを待ってから一緒に撃ち合うと。で、次の相手は中距離で1人ダウンを取ってそのまま詰めるんですが、先頭にいる味方が削られてしまったんで自分が代わりに見ます。で、今味方が回復せず撃ってるってことはおそらく前に出たら合わせてくれると思ったんでリフトで突っ込みます。まあ本当はそんなに良くないんですけど、さすがに3対1なんでね、味方の性格を把握するのも大事です。で、次にエリア際で逃げてるパーティーがいたんで詰めます。というかもうあのブラハ詰めたら止まんないですよね。絶対前で撃ち合うと思ったんで自分もできる限り最速でカバーできる位置に行きます。で、11交換で損してるように見えるかもしれないんですが、これ運がいいことに相手2人しかいなくて、その人の位置を残り少ない体力で割り出してくれたと考えれば十分ですね。ただ相手のブラハが強くて自分も落とされ、なんとかもう一人の味方が勝ち切ってくれました。で、ラスト4部隊で1人割ったんで行けるところまで前に出ます。パスがこっち見てくるの早かったですね。ただ味方のカバーも早くいいところまで出てこれました。もう本当はリフトとグレで行っちゃいたかったんですが、ソロなんで行けるところまでで粘ってたらしっかり落とされました。どうしてもフルパの癖で前に出ちゃいますね。勝ちたい人は自粛しましょう。で、ラストの試合、この試合のポイントはあんまり味方が好戦的ではない時にキルをして勝つ方法。味方をついてこさせるために先頭かつ強いポジションで打ち合います。ここで落とされたら大戦犯ですからね。味方もついてきてくれました。で、ラスト1人はまさかの大胆なハイド。これは読めませんでしたね。味方が近くにいてくれて本当に助かりました。
で一応エリアには入ってるんですけど、特にすることもなかったんで隣の家にプレッシャーをかけに行きます。当然この味方2人はわざわざエリアに入ってるのに戦いたくないと思っています。ただ味方が危ないとこにいたらできる範囲でカバーせざるを得ないですよね。なんでダウンしないよう最善の注意を払いながらワンピック狙います。これがカバーをされる側にも求められる技術です。ここでダウンしたらもう圧倒的に自分が悪いんで、2人目がピークしてくるかなくらいのタイミングで降りて回復を巻きましょう。そしたらなんとここで味方がついてきて一緒に戦ってくれます。ただ自分としてはやること変わらないですね。近くに遮蔽ができたんでより戦いやすいです。削られてはいるんですが味方が上がってきているんで今度は降りずに撃ち合う。さっきまで毎回降りてたんで相手としてもびっくりでしょうね。味方がヘイトを買ってくれれば勝てます。現に元いた家はエリアから外れます。まあ最悪エリアが分かってから戦うんでも全然大丈夫なんですが、収縮までの時間は限られているんで有効に使いましょう。でこれ今は展開して奥のパーティーを撃っています。まあさすがに今は自分たちの取れてる家が強いんで、おそらくどんなにダウンを取っても行かない方がいい状況です。ただこうやってプレッシャーをかければ相手がどんどん下がっていくんで、結果的に自分の家が安全になります。でこっちに来るのは無理だと判断したあのパーティーは橋の下で耐えようとします。相手としても自分たちからの射線を切るためにあの下に入ったのに、まさかねこっちから撃たれるとは思わないだろうから、ここは強気に展開します。右奥のトリプルテイクに気をつけながら味方からカバーをもらえる位置をキープし続けて、かなり綺麗なキルが取れましたね。逃げたら逃げたで別のパーティーが倒してくれるんでそれでもいいです。でラスト3部隊戦ったり展開しているおかげで今かなりエリアが強いです。なんでもう特に考えなくても上をキープし続けて他の2部隊がやり合ったらそこに入っていくって感じで大丈夫かな。カタリストが左を打ちに行ったんで自分は上をキープですね。正面はホライゾンウルトからのバンガウルト。絶対戦いが起きると思ったんでいられたら嫌な上をホライゾンウルトでケアして、いないのが分かったんであとは下だけですねと思ったら一人登ってきました。まあこんな感じで味方を撃たれてくれる遮蔽という認識で無理はせずできる限り前で戦えば嫌でもカバーしてもらえると思うんで、ソロでカバーがもらえなくて困っている方はぜひ試してみてください。何か質問等あればコメントでお待ちしてます。この動画が役に立ったと思う方はチャンネル登録高評価お願いします。では今日はこんな感じで終わっていきます。ご視聴ありがとうございました。